XO-1B は、カンムリザの方角に約650光年の位置にある太陽系外惑星である。2006年に黄色の主系列性 XO-1 の周囲を公転しているのが発見された。2006年、プロとアマチュアの天文学者からなる国際チームは、太陽と類似の恒星の周囲を公転する木星程度の大きさの惑星を発見し、 XO-1B と名付けた。ボルチモアにある宇宙望遠鏡科学研究所のピーター・マカレックに率いられたチームには、北アメリカとヨーロッパ出身の4人のアマチュア天文学者が含まれていた。マカレックらは、XO 望遠鏡と呼ばれる比較的安価に使える望遠鏡を用い、太陽系外惑星探査を行った。この望遠鏡は、双眼鏡に似た形で、 二つの 200mm 光景の望遠レンズから構成されており、ハワイ州にあるハレ・アカラ山の頂上に設置されている。2003年9月から2005年9月にかけて、XO 望遠鏡は1枚こもの明るい構成を検出した。この時、マカレックらのチームは太陽系外惑星が存在する候補天体として事前に目頭をつけておいた数十の構成を観測した。 特に XO-1 は2005年6月に太陽系外惑星の存在候補とされていた。彼らはこの構成を2005年6月から7月にかけて観測し、惑星程度の大きさの天体が食を起こしていることを突き止めた。マカレックのチームは、その後、天体の質量に関する情報を得て、この天体が惑星であると確定するために、テキサス州のマクドナルド天問題に移った。 XO-1B の構成全面通過の創造図マカレックのチームは惑星が構成のそばを通過する際の構成の放射軌道のわずかな現象を検出し惑星を発見した。構成からの光は XO-1B の通過の際に約2%減少する。これらの観測により XO-1B は主星の金棒の軌道を4日の周期で好転している。 ことが明らかとなった。当時、180個以上の太陽系外惑星が発見されていたが、XO-1B はトランジット法で発見された10個目の太陽系外惑星である。また、望遠レンズを用いて発見された2個目の太陽系外惑星である。1つ目であるトレイス -1 は2004年にことざで発見された。トランジット法によって、 惑星の質量と半径を決定することが可能となる。これらの情報により、密度等の性質も求めることができる。チームは、テキサス大学のマクドナルド天文台にある、ハーラン・ジェイ・スミス望遠鏡とホビー・エバリー望遠鏡を、用いて惑星による主星の微かな動きを観測し、惑星の存在を立証した。視線速度法によって、惑星の正確な質量を計算することができ、 木星質量よりもわずかに小さいことがわかり、この惑星は当初考えられていたよりもずっと質量が大きいことが明らかとなった。マカレックは主星の前面を通過する基地の惑星の中で XO-1B ほど木星に近い性質を持つものはない。そして XO-1 は最も太陽に似ている。しかし XO-1B は 木星と太陽の間の距離よりもずっと主星から近い位置にある。と語った。チームが XO-1B を発見するために使った手法は太陽系外惑星を探索する安価な方法として革命的なものであった。しかし、対象は主星から近い軌道を交点する惑星に限られ、主星からの光を観測可能なほど減少させるくらい。 大きな惑星でなければならない。マカレックは新しく見つかった惑星はハッブル宇宙望遠鏡やスピッツァー宇宙望遠鏡の観測対象の候補として完璧なものだと主張した。ハッブル宇宙望遠鏡は主星までの距離や惑星の大きさを正確に測定でき、スピッツァー宇宙望遠鏡は惑星からの赤外線放射の写真を撮影することができる。惑星が 恒星の後ろに隠れたタイミングを利用して、スピッツァーにより、惑星の軌道離心率の測定も可能となる。軌道離心率が大きい場合、軌道は変平で、主星から受ける重力の強さの変化によって惑星が、加熱されて大気が膨張し、計算された質量から予測されるよりも半径が、大きい説明となる場合がある。2019年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM e x e w o r l プロジェクトにおいて XO-1 と XO-1B はルーマニアに割り当てられる境外惑星系となったこのプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでルーマニア国内での先行国際天文学連合への提案を経て 太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、XO-1 は、モールドブヤヌ、XO-1B は、ネゴユと命名された。モールドブヤヌは、トランシルバニアアルプス山脈ハガラシュ山群にある、ルーマニアの最高峰モルドベアヌ3に、ネゴユは同じく、ファガラシュ山群 木星程度の質量を持ち、主星の近くを交点する惑星は、ホットジュピターに分類される。HD209458B やトレース -1 等の他の基地のホットジュピターと同様に XO-1B の密度は小さく、この惑星は主に水素とヘリウムから構成される木星型惑星であることを示唆している。ウィキメディアコモンズには、 XO-1BE に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。